今回はですね、キヨキヨさんとのコラボ動画なんですけど、キヨキヨさんにね、30枚版っていうね、縛りでやるんですけど、まあ、陰でこっちはですね、一番右のカードしか使えないロワイヤルっていうことでやっていきたいと思います。なんで、まあ僕の手札とかに注目して見ていただけるといいかなと思います。では、よいしょ。お疲れちゃんです。ラットです。そして、お疲れちゃんです。キヨキヨです。お願いします。ようこそこの新画質。いやもうやばいですよね、新カメラ。これもう見てる方はわかる。いや嬉しいな。いやめちゃくちゃ綺麗ですよ。いやだから買ってよかったなってなるっすもんね。マジで、うん、もう後ろのディグダにしか目がいかないですけど、チラ見チラ見せずマジでやばい。何するんですか先生。はい、今日はですね、はい、まあキヨキヨさんにならはい出た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 、はい、はい、今回キヨキヨさんにならはい30枚版でいきたいと思います。あの30枚です、30枚。30枚版か。はい。だって、それこそ多分、1回目、前の家の初コラボ、初コラボぐらいの時に、はい、確か僕のチャンネルで20枚版やったんですよ、ね。20やったんですよね。なるほど、なるほど。で、今回は30でね、やりたいと思います。いや、僕ね、さっきね、この話聞いて、はい、もう版カード決めたんですよ。はい、なんで、あ、もう出てんのね。多分もう今ぐらいに出してます。メモにうわーって打ちましたけど。はいはい、これ出てるやつがまあバンですね。いや、これかなり僕選んだ感想でいくと、はい、もう本当に潰しに行ったっていう。なんかそのさ、なんかその例えば僕、ライキさんと7枚指定クロワイヤルとかやったんですけど、はい、ちょっとさすがに全部雪玉ヒールクローンとかだと、はい、もうな試合になんないんで、ちょっとコンセプトを持って全部ごっこすみたいなコンセプトでやらせてもらったりしてたんですよね。はい、ただも今回、本気で勝ちたいんで、あれ？なんだろう、なんだろう、なんだろう、そう、本当に嫌なカードとか、ラットさんが使いそうな主力カード全部潰します。マジでずるい。いや、言ったらずるいですけど、ずるいですけど、まあ、それでね、今回勝ちたいと思います。いや、って、いや、本当に僕勝つっすよ、勝つっすよって。いや、そのカメラの前で、カメラオフで言ったら、いや、僕っすよとか言って。いや、僕言いました。言ってた、言ってた。言ったんですけど、まあ、さすがにね、これで勝つのかまあ。だってね、プロ、だって僕言ったらもうあの草野球のうるせえおっちゃんですよ。はい。でも、イチローみたいなんだ。さすがに違うけど。ということで、やっていきたいと思います。でも、デッキはね、僕準備してるんで、はい。いきます。もうこれで。僕これで。じゃあ僕出しますよ。お願いします。ちょっと待って待って、本当に集中するんで、ガチで、はい。ちょっとあの、画面に入っててください。確かに。打つよ、目をつけて。いいです。いきます。ポジン。ありがとうございます。ということで、いきます。うん、マジ、僕、喋んなくていいですか、逆に。挑戦者なんで。え、マジですか、はい、僕だけ一人で喋るんですか。いや、コラボだって。確かにね、もうちょっと。いや、頑張ってください。めっちゃちゃんと言うじゃないですか。コラボなんでって。確かに。一応さ、はい。確かに確かに。いきます。よし。なるほどですね。ガチですね、ガチ。まあ、30枚版にしたけど、こんだけいいカード残ってますからね。あ、マジっすか。はい、勝ちたいと思いますね、僕は。メガゴとかバンしてない。でもメガゴとか別にね、もうどうでもいいと思ったんだよ。やば、マジっすか。はい、絶対スパーキーっすよね、この後ろ。いやいや、そんな100ですよ、ね、安直じゃないです、それ100ですよ、ね、さすがに安直。ここでスパーキーがやっぱりそうっすよね、やっぱりそうっすよね。アウトロー確かに嫌だな。でも、あー、なるほどね。絶対そうですね。まあ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 。なるほど。え、そんなおしゃれなのこれ言ったな、これ言ったな。いや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 、いやでもプリンスとか別にバンするに値やべ。え、いいじゃない、大事っすよ、めちゃくちゃ大事っすよ、これだって入りますよ、惜しい。おいー、まあまあまあ、ザップ、まあまあ、ザップがないんでね。確かにザップとかないんで、もうしょうがないっすね、しょうがないっすけど。いやこれマジかしてえな。いやマジかしてマジで勝てないっすよ、キョウキョウさんじゃ。うるさい。言うんだよ、最近1年前言わなかったよ、そんなこと。最近言うようになっちゃって、もう。いやまあまあまあ、マジでもうきついっすよね、だって。いやもうちょっとこれ、これっすね。あ、最近ファイボにしちゃったり、ちょっといろいろ改良したり。ちょっとずるくないっすか。ずるいっす。ちょっとずるくないっすか。でファイスピっすよね。ファイボっすか。ファイボにしたんですよ、最近。え、ファイボなんか前なかったっすよね。ないっすね。え、やば。よし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 。あ、マジで。ちょっと待ってください、やばい。え、待って、やばい。いやこれだって、いや30枚回してますよ先輩。え、
えって何、えって。ちょっと待ってください。これやばい。ちょっと待って。待って、やだ、本当にやだですけど、マジの方で。マジの方で負けるくらいですか、やばい。ちょっとこれは。あー、これでミスった、これミスった、これ。でも言うてこっちがやばいんですよ。あ、やばい、待って。やばい。あ、いらん、絶対いらん。え、これ普通の負けなんですけど。と思うじゃないですか、僕、こっから。奇跡起きてくんないかな。え、このね、スケルトン部隊は多分嫌っすよ、絶対。え、ちょっと待って、だって。よし。え、マジっすか。これもう一回やり直したいんですけど。え、マジっすか。やばい。いや、これ圧倒的有利な状況ですよ、僕。え、いや、それ視聴者さんも分かってくれてますよ、絶対。ちょっと待ってください、これはやばい、もう一回。え、これは。よし。え？あ、じゃあ。マジっすか？いや、ドッキリとかしないですよね。何もしてないです。あ、待って。やばい。マジっすか？いや、先生、30万円まで、そんな落ち込む？やばい。待って、待って、落ち込みます。いや、なんで？だって、僕ね、そのね、あれ、スパーキーだけちょっと使える人じゃないですか。ちょっとだけね。で、30万円回してますよ、先生。で、バンカード見てください。もう、あの、エレクトロ系、まあ、ザッピーは別に僕嫌じゃないんで、はい、ザッピーどうせジャイアントにターゲット行くんで、はい、その、ザ、な、エレクトロ系、ロケット、呪文全部ほぼバンしてるから、僕。ほぼ、あの、嫌なやつ。ウッド、ロリババ、ファイボヤナハメ。ウッドもロリババもバンしてます。バンしてます。だから、これ、勝てないっすよ。いや、勝てないっす。いや、それをここかもしれん、それをここかもしれん、はい。ここで、次、ボコボコにします。何、その。ちょっと考えます、マジで。了解です。ちょっと。僕、デッキ変えていいんですか、ちなみに。あ、いいっすよ。逆に変えてください。変えてください。変えてほしいまでありますね。なるほど。え、なるほど？マジっすか？面白いデッキでいこうかな。マジっすか？いや、いいな。これがな、ノーマルの状態だったらいいなのにな。なんかさ、ラッドさんとかにさ、勝つっていう。マジっすか？だって、スケルトン部隊どうもできなくないですか？確かに。で、ごめん、わかりました。僕もね、やっぱね、まあ、チャレンジャーとして、はい。やっぱり、いろんなデッキでやっぱ、チャレンジしていくっていうのは大事ですよね。素晴らしいです。それで、やっぱその、そういうの大事ですから。大事ですね、マジで。いやー、え？マジで勝ちたいんですけど。ちょっと、本当に、マジで結構負けず嫌いなんで。ああ、なるほど。いや、でもそれ一番大事ですよね、言ったらそういう。この負けも辛いですね。なるほど。あ、これ、いや、逆にこれ使ったら性格悪いかな、ちょっとこれ。なんか。いや、別に、そう、価値格じゃない、価値格っていう意味じゃないですよ。価値格多いですか？そういう意味じゃなくて、違う、なんかこれ、いや、その、枯渇デッキが、そもそも枯渇デッキって、枯渇デッキっぽいものって呪文を使わせるじゃないですか。はい。使う呪文がないじゃないですか。はい、ないっすよ。だから相当辛いですよ、先生。先生落ち込まないでくださいよ、そこは。やだー、待って。いや、本当に、いや、でも僕がすごいなんかいじめっ子みたいになってますよ、なんか。え、本当にマジでこれ、はい、動画撮ってますけど5分ぐらいちょっと別の時間置いてデッキ考えたいですよね。いや大丈夫です。 SD カードはもんぱいあるんで、はい、いや、あら、よし、プロ意識出してくるじゃないですか。いやー、いっか、やっちゃいますか。やっちゃうよと。もういつでもお願いします。よし。いや、だからそこマジでちょっと、じゃあラッツさん落ち込まないでください。本当に。いや、本当に覚え、え、いや、だからその、はい、あれですよ、そのボコボコにしますよ、じゃあ、はい、あ、始まって、よろしく。そのマジで、もちろんね、その負けず嫌いって大事ですけど、このルールがね、ちょっと、はい、完全に親バイルールですから。やばいっすね。さあ、なるほど。ちょっとおしゃれじゃないですか、ロイホグ。僕がロイホグ使ってちょっとオシャレ感増しますよね。オシャンっすね。オシャンっすよね、これは。オシャンですね。うん。まあでもこれで、はい。なるほど。ロイホグっすか？ちょっとね、オシャレに行きますよ。舐めてるわけじゃないっすよ。バーバリアンっすか？これ、ちょっとあの、グローバルランカーのデッキパクりました。え、マジっすか？確かグローバルランカーっす。煽ってます、これ、ナメプですか？はい。はいはいはい。よし、いいんじゃない？あれ？いや、まあ、で、ここで。あ、ちょっと待って。おー、なるほど。マニア、ま、よし、オッケー、知らない。まあ、なるほどですね。ちょっとオシャレじゃないですか、僕らしからぬ。え？あ、ダメ？これダメ？これダメ？いや。いいっすか？ちょっとオシャレですね。ちょっとオシャレ。でも、
僕はここから勝ちます、ね、あなたの感想しろ、あなたの感想しろ、あはは痛い、ね、待って、シバライトニングとかしてないですよ、持ってきてないです、持ってきてない、マジでしてないですよ、よかったよかった、普通です、普通です、なるほど、ちょっとね、あやべターゲットだめ、これ美味しいですね、なんでそれ美味しいとか言うんですか、はいあだってこれダメなの見てください、これいや、もう確かにやべ、僕も気づいたらダメージ入ってた今でバーバリアンですかね、いや、なんでなんでそれ言うんすか、僕の頑張ってバーバリアンで防衛していきますねいや、バーバリアンどうっすか、だからそのちょっと厄介ですね、それこそスケルトン部隊理論で、その相手にあんまり、はい、なんかそういうのが、その呪文系がないと強い説って、かまあそうですね、だって僕ファイブないっすからボンバーぐらい入れてないってことないっすからねでもやっぱ、でもあれじゃないですか、やっぱそこで最強の人は読みボンバー入れますよマジっすか僕そこがうまいっすね、傲慢、いや、僕に足りないものだと思います、いやめっちゃ面白い、あいや、来るの分かってたんですよ、分かってたんですけど、分かってたんですか、まあまあでもこっからですね、ちょっとまずいっすね、ほらハードカウンターですよこれ、大丈夫ですか、あギリみたいなとこありますよ、大丈夫ですか、ほら、やばい、あれあれこれは完全に連動が、あれ完全に連動出たな、ムートでも言うてキワキワさんがムート使ってるの初めて聞いた、いややばいっすよ、僕ムートとかマジで、いや別にナメブとかそういうことじゃないですよ、はい、でディガー禁止なんで、まあないですね、オッケーオッケーオッケー、いや結構嫌だと思うんですよ結論、まあまあまあ頑張って頑張って頑張って、やるしかない、オッケー入ってる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 、いて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 、でバーバリアンが厄介なんですよね僕結構、いやもうね、ラットさん本当嫌で、ラットさん、あの、出すカード言うじゃないですか、僕の。はい、出しでくくだるんですかね。そうそうそう。あー、これで来ますね。あーいーあれやばい。入る入る入る。あ、バブリン入る、おいーセーフ。やばいやばい。やばい、甘いどうだ、ちょっと待って待って、本当やだ、本当やだ。えファイボで言った、いや、そうそうそう。待って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 、マジで本当やめてください。マジでやめて、本当に。やった、やばい。いや、ええ、マジっすか、俺やだやだやだ、ほんとにやだほんとにやだ、ね、ちょっと待って、ほんとにやだほんとにやだ、ほんとにやだほんとにやだ、ほんとにやだ、ちょっと待って、ね、ちょっとマジっすか、ちょっといや待って、違う、待って、ちょっと待って、ほんとに待って、ほんとに待って、はい、何ですよ、ちょっと待って、違うってね、なんで落ち込むの、なんで落ち込むの、ほんとに、いやほんとに、まあ、初めてですよ、いやいやいや2連敗、いやいや違う、ちょっと待って、あのなんで落ち込むのね、落ち込まないで、ほんとこれはマジで、これマジでそういう動画、そういう動画、いや全然違います、全然違います、はい、ありがとう、いやちょっとこういうこともありますね、ありますね、ちょっと本当落ち込んでんだけど、いや落ち込んでない、気まずいよ、ちょっと全然本当にもう、はい、こんな感じでしたよ今日は、いやありました、いやすごい、はい、楽しかった、では今日の企画は、まあキヨキヨさんにならはい、バンカード30枚かつ、はい、一番右だけのカードで勝てる説、失敗でございます、あ失敗か、はい、いやでも失敗でございました、何右だけでやってたんですか、なんで僕5枚しか出してないですね、4つなで並ばれるじゃないですか、ええそういうこと、ちょっとやばいやばい、キモいキモい、いや今キモいキモい、じゃなんか自分が今取り払ったって、今キモい、気持ち悪いってなったんですよ、今体が気持ち悪いってなったんですよえ待ってね、どういうこと、なんで初っ端バトル始まって4つカード並ぶじゃないですか、はい、そこの一番右だけをずっと使ってました家に、いやもう何出たか覚えてねえや何出たか覚えてねえや、なんで、まあ、スケバレとかホバリン、スケバレとかを使えなかったんですよね、いやーでも確かにいないわ、はい、確かに出てなかった、まあ、そんな感じですねっていうのを、まあ、やってたんですけど今回ちょっと、まあ、ちょっとキョキョさんが一つ上手でした、いやもうカスでしょカスでしょ、僕だっていやいや30枚バンしてね、で右だけでしょ、もういや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 、でも勝ってますから、でもそう30枚バンして右だけ使ったら、あキョキョは勝てる、でまた次のちょっと優しいルールで勝てる勝てるみたいな、でそのやめてください、やめてください、やめてください、どういったんだこのね、その段階が大事ですから、段階が、そう段階が、段階がで、最終的にはノーマルノーマルっていう状態ですから、やりたいですね、そのここにね100段階ぐらいあるんで今多分もうまあ一番下までとは言わないけど、そのランク1から100まであるとしたらランク、まあ、70ぐらい攻めたんじゃないかなと思いやいやいや、もう今回マジか、今回乾杯してました、今度リベンジリベンジお願いしたいと思います、はい、ということで本日コラボさせていただいた京急さんの
チャンネルリンク貼っとくので皆さんチャンネル登録まだしてない方よろしくお願いします。あの今日コラボ動画の撮ってるんで、はい、そうキョウキョウさんのチャンネルでも上がるんでぜひそれを見てください。お願いします。というわけで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。